と吟遊野郎じゃないか。なんでお前たちが一緒にいるんだ。実は先ほど姿の彩り祭会場で開かれる生け花稽古場の手配をしていたのですが、花器から奇妙な紙切れを見つけたのです。その時こちらの吟遊詩人の方がそばにいらっしゃって、ここ数日似たようなものを他にも見つけているのだと聞き、二人であなた方を探していたのです。でもこのお嬢さんが見つけた紙切れは僕たちが前に見つけたものとちょっと違うんだよね。こちらです、ご覧ください。今までのは詩の長さもみんな同じくらいだったのに、今度のは二言で終わってるぞ。短い二言だけど、タイトルの横に書かれているわけでもなければ紙の真ん中に書かれているというわけでもない。この字の配置はまるでこの二言以外に紙にはまだ他の内容があると告げているようだね。この詩を言葉通りに解釈すると、紙を水に入れれば真実がおのずと浮かび上がるとなる。それで一つ思い出したんだけど、僕の家には古代の不思議な話をまとめた古い書籍があるんだ。その本によると、水に触れると現れ乾くと消える特殊な墨汁があるらしい。じゃあ試してみる？ちょうどこの近くに池があるみたいだよ。文字がたくさん浮かんできたぞ。何が書かれてるか見てみようぜ。墨染めが赤人の歌集を手に入れ、歌集を小川に浸した。すると盗作だと言われていた歌の筆跡が溶け出していった。なんでだ。印刷技術がまだ発達していなかった過去の時代では、手書きの文字は湿気によって簡単ににじんでしまうものでした。ですので文字を長く保つため、特殊な墨汁で書くか、書いた後に防水の塗料を塗っていたんです。特製の墨汁は作るのが大変でしたし、塗料の方も楽な方法ではありませんでした。それでも赤人の歌集は将軍様へ献上するための重要なものですから、きっと二つの方法のうちどちらかを使っていたのでしょう。しかしその盗作だと言われていた歌には赤人の印象がなかっただけでなく、水にさらされた時の状態ももともと紙にあった他の文字とは大きく異なっていました。じゃあ赤人は悪いことをしてないのに誰かに陥れられたってことか。ああ、これこそが墨染めの物語が僕たちに伝えたかった真実だろうね。悲しい物語だったけど、おかげで赤人と墨染めの絵の内容が決まった。カズハ、それに綾香、モデルになってくれる気はないかい？もちろん構いません。拙者も良いでござるよ。よし、じゃあこれで一気に2枚の肖像画が描けるな。うん、それに4つの物語が集まった。五河川の物語もこれでやっと完成だね。今は昔、稲妻に五人の歌人ありけり、世の人は五河川と。ある年、水光が天守閣に赴きて歌集を殿様に捧ぐ。されど葵の翁による歌の一枚破れたる咎めを受けに蹴り、水光は非を認めて曰く、昨晩大酒を飲みき、酔いし水光ににじり寄るはある影なりけり。その影こそ葵の翁、すべては素性の知れぬ者の目論み。
脅されし葵の浮名はやむなく歌の一枚を奪いぬ。いかにぞや奪わせしむか、ただ知るはその歌が友の赤人を読むることのみ。赤人はかつて五河川の一人、名の赤は歌に朱印を残すことより来たり、かように優れし書き手なれど、ある年に参らせし歌に他者より盗んだものあり、赤人は戸賀により追い放され、河川五人は四人になりぬ。墨染めは赤人の歌集に目を通し、盗作に未朱印なしと知る。赤人の歌集を川に浸せば、盗作とされし歌の墨は波に流れけり、通りがかりし葵の翁、古き友を思い出し、目に映りしことを歌に詠む。後に水耕が歌を捧げしとき、あの波風を立てり。君は気づいてなかったの？おい、銀を野郎、笑いすぎだぞ。オイラが何に気づいてないって言うんだ。パイモン、実は今までの4つの詩に黒主の物語はすでに含まれていたんだ。え、そうなのか？この物語の要は、墨染めが歌集を洗うのを見た後、葵の翁が読んだ歌にあるんだよ。少女が小川で赤人の歌集を洗うシーンは、普通の人からしたら全くわけのわからない光景さ。それは葵の翁にとっても同じことで、彼は墨染めの行動を理解できなかった。その情景を見ても、ただ昔の友人を思い出しただけ。でも赤人を陥れた犯人からすれば話は違ってくるだろ。彼だけは不安を感じていた。もしもこの歌が将軍の目に触れれば、赤人盗作事件の真相がバレてしまうかもしれない。そうなったら身の破滅だからね。だから彼は葵の翁を脅して歌を破り捨てるっていう強硬手段に出たのさ。じゃあ葵の翁を脅したやつが赤人を陥れた犯人なのか？え、そいつが黒主だって？そう、この詩集は4編しかないけど、ちゃんと五河川の物語について語っているんだ。詩に出てくる将軍はどう考えても河川じゃないし、残りの登場人物を考えたらこの正体不明の謎の人物しかいないだろう。お前たちに説明されて、オイラもやっとわかったぞ。だけど僕は今別のことについて考えている。五河川の物語は僕たちの周囲で発生したことと多かれ少なかれ関係があっただろう。だったら現実においても黒主のような存在がいるんじゃないかな。現実の黒主？そういえばカズハがさっき何か思いついた様子だったけど。カズハ？確かにさっきからずっとだんまりだよな。カズハに聞いてみようぜ。